にちは、プロゴルファーの小池智則です。今回は、フィニッシュの取り方ですね。フィニッシュっていうのは、まあ、人それぞれ背の高さとか手の長さがあるんで、まあ、全然違うと思うんですけども、じゃあどこにその自分が適正なフィニッシュを持っていったらいいのかなっていうのを結構悩んでる方 いると思うんですけども、その、まあ、簡単な方法というよりも、どこに行けば自分が一番気持ちいいフィニッシュになるのかなっていう方法をちょっと今からやっていきたいと思います。まず例えばこう素振りの時なんかボール打つ動作がないからこう気持ちよくここに行けると思うんですけども、どうしても球があるとボール打つ動作が入ってくるんで、やっぱり一回ここで力が入った状態で全部振り抜ければもちろんいいんでしょうけど、大体この辺で終わってちゃう方が多いと思うんですね。でそれの、それが少し分かりにくくなってしまうので、まず構えていただいて、まあ、ボールがここにあるとしたら構えていただいて、でこのまま、バックスイングを取らずに、この形のままですね、体の下半身の回転でまず左の膝の方に右膝をこうグッと持ってくるようなイメージで持ってきてみてください。で最初に体をグッと入れて最後に手が収まるところ、一番良くないのは手を先に行ってしまうともう体ってのは最後についてもう後付けみたいになってしまうので、これはあまり意味がない動きなので、まず、回転をしてフィニッシュまで持っていく、回転をしてフィニッシュまで、その時にこの右肩が 最低限この飛球線上ぐらいまで来れるといいですね。だから手の高さがあんまり 高くいく位置っていうのは、まあ、やっぱり体の回転で振ってるとは言えなくなってしまうので、まずやっぱり体の回転がきちっと回った状態、右肩が飛球線上に向いた状態のところに手が来るっていう感じですね。だからまあ球打たなくてもいいんですけど、球なしでボールなしでバックスに取らずに体だけこうねじってもらって、ではもうフリーにしてもらってこう収まる、正面から見てると体だけねじっていただいて手はフリーにして収まるっていうことだと、あこれぐらいまで体って入ってもいいんだなって、なかなかやっぱ球があるときはそこまでいけないかもしれないですけど、イメージとしては自分の限界はそこにあると思っていただいて、比較的球があるときもボールがあるときも、フィニッシュまでの中にボールが通過点って形で打ててくると、フィニッシュの形はもうちょっとスムーズに取りやすくなってくると思うので、やってみてください。